どうも、ロボチューバーのアンテラボルタです。皆さん、写真は撮りますか？僕は旅行やキャンプに行った時によく写真や動画を撮ったりします。そんな時にふと思ったんですが、いろんな VTuber さんたちが外出先で自分のアクスタやぬいぐるみと写真を撮ってますよね。僕もやりたい。僕も外出先で自分の分身と写真を撮りたいなと。ということで今回は、旅行とかに連れて行けるもう一人の僕を作ります。まずは設定、基本は僕のボディをベースに作ります。外装パーツはそのまま輸入できるので縮小して、ボディ部分は LED とボタン電池、スイッチを取り付けられるように設定します。組み立てるとこんな感じで、今回可動フィギュアみたいに足も動かせてかつ固定できるようにしたかったので、固定するときはまるでゴムパーツを押さえつけられるような構造を考えました。ってことで、印刷したパーツを組み立てていきます。肩パーツ、足パーツの骨格に外装を接着して、で、このパーツを取り付けるために軸を作ります。今回もアルミのパイプをパイプカッターで切って、アルミの軸にバネを差し込みます。っていうのを8個作ります。これをパーツに差し込むんですが、バネが接触する部分は保護しておきたいと思ったので、金属ワッシャーを挟むことにしました。まあ、パーツはあまり太くしたくなかったから片側しか入れられなかったんですけどね。こんな感じにワッシャーを入れて、バネと組み合わせた軸を通します。で、この軸を足パーツの溝に差し込んで、反対側はゴムパーツを軸に差した後に足パーツを取り付けます。まあこういうこともあるよね。薄くしすぎたっぽいので厚めに修正して出力し直しました。さっきの手順で軸をはめ込んで、取り付けたものがこちら。いい感じに固定できています。っていうのを4つ作ります。これをボディにも取り付けるんですが、その前に電池ボックスと LED を取り付けます。電池ボックスに配線とスイッチをつないで、配線をボディに通して、下のカバーに電池ボックスを入れて挟み込む形でボディに接着します。スイッチも溝に差し込んで固定します。で、 LED の光を広げたかったんですが、拡散させるカバーを持ってなかったので先端を削ることにしました。調べたら出てきたんですが、 LED の先端をニッパーで切ってヤスリで削って平らにすると光が広がるみたいです。真っ平ら。比較するとこんな感じ。あ、広が、いやどうだ。とりあえずこれで組み立てていきます。 LED に配線を半立ち付けして、配線をボディの溝に通して固定することにしました。 LED とスイッチの配線をつないだら電飾部分の完成で、次に LED の先に置くアクリルパーツを作ります。アクリル板を切って、接着剤でくっつけて、ヤスリで形を整えたら完成で、このアクリルの周りにアルミホイルを巻いて光が反射するようにします。これをボディに取り付ける前にワッシャーを入れ込みます。そしたらボディにアクリルパッツを取り付けます。で、この上にカバーをかぶせて固定するんですが、そのための機構も作っていました。短く切ったアルミパイプとバネを準備して、それをパッツに埋め込みます。これでアルミ部分が稼働するので、このパッツをカバーに接着します。ボディ側には溝が切ってあるので、ここにアルミパーツがはまって固定できます。こんな感じ。ちゃんとロックされて振っても落ちてきません。ってことで、このカバーをさっきのボディにかぶせます。足と同じようにバネと軸を差し込んで、肩部分を取り付け、カバーをかぶせたら、アンペロボルタ人形の完成。
ことで、もう一人の僕、関節です。関節は普段ゴムパッツで固定されていて、角度を変えるときは押し込んで、ゴムパッツを離して動かします。無段階で動かせるので、こんな感じでいろんなポーズを撮れます。今度どこかに出かけたときに写真を撮ってツイッターでつぶやこうと思うので、よろしければそちらも覗いてみてください。ということで、今回の動画は以上。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ではでは。